せーの、福ちゃんだー。今日あのね、久々にこのバンドさんがゲストで来ていただいて、ありがたい限り。こちらこそ、ありがとうございます。藤山さんです。イエーイ。よろしくお願いします。お願いします。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。ねえ、ちゃんと衣装も着てもらって。ね、ギターも持ってきてもらってわざわざ。ね、タトゥーはないですね。僕はあのメガネをこうずらすぐらいしかやることがないっていうね。これでございます。これ見えてるんですか、ね、このこれはもうちょっと角度をずらしてるの見えてるんですか、ね、これはいいですか、はい、はいはい、じゃあまずね、はい、藤山、名場紹介どうぞ。はい、はい、じゃあ皆さんご唱和ください。1、3、2、5 2、2、1、4、5 ということで、ただいまご紹介に預かりました我々藤山でございます。本日は一日よろしくお願いいたします。もうちょっと角度をつけた方がいいですかね。いいですかね。はい、ということで、じゃあまずメンバー紹介から始めさせていただきます。はい、じゃあおじさん、おじさんギターの、タケさんです。タケさん、よし。いやいや違う、そうあれ違う、実はですね、あの謎のあのところで謎の外人からの求婚されてました、おじさんです。そしてオンドラムス、ヨッシー。俺がヨッシーじゃー、ボケ。そして本日今回のフカチャンネルに呼んでいただいた、一つのご報告としまして、ニューメンバーベースボーカルのアキラー、ウィアー、よろしくお願いします。ボーカルなのにベースで入ったと。それ どうしてこう入ったんですか、加入のいきさつと。まあ、いやちょっと正直ね、びっくりしましたからね。ベース、アキラちゃん、まあ、ちょっと突然、ちょっとメッセンジャーから突然ちょっと会いたいって言われたんです。会いたい、会いたいって言われて、まあ何かなって照れるわ、告白かなみたいな。あったんですよ。相模に連れてってもらって、ちょっと待って、金ならあるからね。そうそうそう、で刺身も食べさせてもらって、その後にちょっと藤山入らんかって言われちゃって、刺身食べちゃったしなと思って。刺身高いですやん。照れるわ。刺身で。最後に私、はい、そうだ、そう。雨降って藤井金丸と申します。ただいまご紹介に預かりました私、藤山ボーカルギターカトゥーでございます。今日はよろしくお願いいたします。じゃあそんなわけで、はい、藤山さん、はい、ね、新メンバー加入のね、ニュー藤山として今日来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、この間ね、あのニューアルバムが、あれフルアルバムは初でしたか。フルアルバム初ですね。初で、はい、出たアルバムがここにドーン、ファイアーンってね、一緒だ。ずっとこれ今バックでもかかってます。あ、本当ですか。まあ、ごく控えめに言いまして、まあ、最高ですね。最高ですね。それはもう間違いないですよ。もうちょっと角度はつけますけども、もうちょっと角度つけすぎですね。あとはどこでも買えるんですか。どこ で、まあ、どこでも買えますね。買う気があれば。本当センスながら、まあ、インディーズレベルでご紹介させていただいておりまして、店舗でも、売られております。で、あとはですね、 iTunes であったりです、 Apple Music、 Spotify ないし、まあもろもろの、配信サービスの方でもお世話になっておりますので、ぜひ聞いてやってください。藤山ロックフェスティバル、ロックフェスティバル2021、 2021、はい、やらせていただきます。ありがとうございました。で、その時の、ライブの、ね、映像が、本当ですか、ありますね。ちょっと戻します。2曲、はい、ちょっとダイジェスト版でその曲名の紹介をぜひ藤山さんの方からいただきたいと思います。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ2曲、皆さんにお楽しみいただけますということで、1曲目、ハードイズザロック、ヘビーイズザ
そして2曲目、いいですね、超能力でスプーン負けろ。じゃあこの2曲よろしいですか。この2曲をじゃあダイジェストで、はい、ね、せーの、どうぞ。ドーン。ライブまたね、はい、今度はあのアキラちゃん初加入後初ライブが決まってるんですね。はい、もう続々と一番近いところでは、はい、私初やらせていただきますのが、10月アンリミツで、yeah. ちょっとまだ、ね、はっきり言えないのかな、まあ、言えないのかな、キンキンでね、はいはい、まああのアンリミツのホームページないし、うん、Facebook 等で、告知させていただきますので、僕さんやれー。あ、また振り切る、また振り切る、音振り切る、振り切る、真っ赤っか。 Facebook もあるんですか。あります、ね、あります、ね、じゃ あアドレスとかこの辺に、はい、ホームページとかこちらとか、まあホームページないんですけども、あの、うん、Facebook が一番こうリアル。そうですね、 Facebook ないし Twitter、 Twitter ないし、なるほど、はい、やらせて、まあその辺のアドレスコード、はい、ピョピョピョと出てます、はい、こっちの方とか、はい、それをまたチャンネルの詳細の方にもまた書いてありますので、よろしくお願いします、お願いします、会いに来てください。で、10月ライブやってその後も続々とまたあるんですよ ね、はい、ひとまずですね、7月、先日やらせていただきました、フジヤマロックフェスティバル2021の第2弾としてですね、フジヤマロックフェスティバル2022春ということで、2022年の3月19日、こちら
あり道のうちにて、ひじまの企画が確定しておりますので、刮目せよ多くのお客様にお越しいただけるように頑張らせていただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今後ますます活躍が期待される藤山さんに今日はねお越しいただいたんですけど、さっきの時とあの後ろの2人全然喋らない。さっきの打ち合わせの時めちゃくちゃ喋ってた。いやーしかし、いやしかし、いやしかし、アロハシャツがお似合いですね。後ろのリーダー。じゃあ最後にね、ほかチャンネルヘビーユーザーの方々に。メンバーから一言。あれもうそこまで行ったそうです、もうそこまで。もうそこまで行ったの。素晴らしい、素晴らしい、ね、はい、はい、じゃあ一言ずつよろしくお願いします。はい、カメラに向かって、はい、ね、じゃあ一言ずつじゃあ竹下社長からどうぞ。わかりました。はい、じゃあ動かなくて、動かなくて、取って入れて出す。ありがとうございます。じゃあとっとと後ろに戻ってください。それでは続きましてベースボーカルアキラ。はい、この度入りましたアキラでございます。ベース弾けないんですけど。ベース弾けないんですけど今後ともよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、では最後私、世界の大統領カトゥーから世界の皆様に平和宣言をさせていただきます。刮目せよということで、じゃあ最後に、はい、またあのいつものいつものあれで、はい、今日はあの藤山の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ一緒によろしくお願いします。はい、せーの、かかっちゃんやろー。